カンラパーキングエリアは、群馬県神羅ラ郡神羅ラ町の上信越、自動車道上にあるパーキングエリアである。スマートインターチェンジを併設予定である。神羅ラ PA スマートインターチェンジは、神羅ラ PA に併設予定のスマート IC である。名称は仮称である。利用可能車種は ETC 搭載の全車種で24時間運用。上下線ともに出入化となる予定。 接続する道路歴史 ABC、神田 PA スマート IC の新規事業化、連結許可について、神田町、2020年11月3日閲覧、関越自動車道上越線に関する工事の内容、東日本高速道路株式会社、2020年11月3日閲覧、スマートインターチェンジの新規事業化、準備段階調査の箇所を決定高速道路の、 有効利用や地域経済の活性化に向けて、国土交通省道路局、2020年11月3日閲覧、スマート IC カンラ PA 整備へ22年度までに、群馬、毎日新聞、2020年11月3日閲覧、ありがとうございます。